処理が遅すぎねえか。客席もざわつき始めてます。トラブルあったんでしょうね。はい、大役で緊張していますが、歌もドラマもよろしくお願いします。はい、かっこよくて俺たちも大好きな曲です。天人に見て欲しかったけど、今は目の前のお客さんに全部ぶつけよう。半分以上が俺たちに興味がないお客さんたちだけど、一生懸命歌えば届くはずだから。楽しんでもらいたい。ここにいるみんな全員に俺たちを楽しんでもらいたい。この歓声、アイドリッシュセブンかな。残念だな、もっと近くで見たかった。もう限界。テン、どこに。ステージに行く。これじゃミューフェスの真逆だ。自分たちの仕事をしていないのは僕らの方だ。気持ちはわかる。俺だってみんなの前に行きたい。だけど俺たちが社長と揉めたら、もっとファンを悲しませることになる。ちょっと、謝罪はまだなの？ちょっと、トリガーをないがしろにする気？サウンドシップのトリを務められるアーティストなんてトリガー以外にいないでしょ？チャンスが欲しくてもうちの枠を横取りする度胸がある事務所なんていないでしょうからね。そうやって思い上がってろ。いつか見放されるぜ、ファンにもな。ガク、社長はなんて。平行線だ。ノーよ。七瀬さん、今日良かったじゃないですか。本当？ああ、お客さんのノリも良かった。
オリガーはどうしたんだ。さっき裏で会ったの。もう鳥の時間だけど。やりましょうよ。困った時はお互い様です。お客さんの落胆の空気は一度ミューフェスで体験したし。大丈夫だよマネージャー。マネージャーのおかげで俺たちは丈夫に育ってるから。トリガーの曲を待ってる人たちに俺たちの曲を聴かせるのは申し訳ないです。せめてトリガーの曲を歌いましょう。だって俺たちあの曲歌えるんだもん。